皆さんおはようございます。臨時国会の開会にあたりましてご挨拶を申し上げます。この国会は安倍政権の暴走が本格的に開始された下での国会となりました。日本共産党はこの国会を自共対決国会として戦い抜く、その決意をまず冒頭に申し上げたいと思います。国会議員団として三つの役割をしっかり果たしていきたいと思います。一つは安倍政権の暴走と正面から対決することであります。二つはどんな問題でも国民の立場に立った建設的な対案を示していくことであります。そして三つは国民との共同を広げて悪政を包囲していくことであります。対決、対案、共同、三つの役割を縦横無尽に発揮して日本共産党国会議員団ここにありという大奮闘をしていこうではありませんか。対案ということでは、我が党は本日ブラック企業規制法案を参議院に提出しました。規制行為への違反行為へのペナルティの強化、長時間労働の規制、ブラック企業の実態の情報公開などによってブラック企業を規制しようというものであります。違反提案権を活用した公約実現の第一歩の活動であります。この法案の成立を目指すとともに、この法案の内容に即して政治を前に動かすために知恵と力を尽くそうではありませんか。私はこの国会の開会にあたりまして、現在の情勢の大きな捉え方について話したいと思います。今安倍内閣を見ますと、彼らは衆参両院で多数を確保しています。世論調査でも安倍内閣の支持率は5割台から6割台と高いと言われる支持率が出ております。それでは彼らは政治的に盤石か、そんなことは決して言えません。この内閣の基盤は極めて脆いものであった、内容は極めて脆いということを私は強調したいと思います。安倍内閣の暴走の具体化の一歩一歩が国民との間での矛盾を深め、あらゆる分野でそれが吹き出し、早晩政治の激動的局面が起こることは避けられません。私は暴走政治がはらむ脆さと矛盾ということについて、いくつかの具体的な例で話したいと思います。例えば消費税増税問題はどうでしょうか。私は今度の消費税増税はどこから見ても道理が立たないというところが大切なところだと思います。安倍内閣は増税のために景気が悪くなる、景気が悪くなるから景気対策をやるという、しかしその中身は6兆円の景気対策のうち2兆円は大型公共事業、2兆円は大企業減税と大企業へのばらまきが中心じゃありませんか。結局消費税増税の目的は社会保障のためでも財政再建のためでもなく、大企業へのばらまきのためという正体が鼻から割れているではありませんか。とりわけ復興特別法人税を1年前倒しで廃止するというのは、誰の目から見ても道理が立たないことは明らかではありませんか。この矛盾の焦点をつく論戦を大いに展開し、国民運動とスクラムを組み、消費税増税を中止に追い込むために全力を挙げようではありませんか。TPP 問題はどうでしょうか。
この問題では安倍政権が守るべきは守るという自らの公約を公然と裏切る行動に出たということが重大なところだと思います。農産物の重要5項目、米、麦、牛、豚肉、乳製品、砂糖については正義とする、それができなければ脱退するというのが自民党の公約でした。2日、JA 全中や政協などが開いた緊急集会でも自民党の石破幹事長は農産物の重要5項目は守り抜くと繰り返し言明しました。ところがその下の目も乾かぬうちに自民党の TPP 対策委員長は5項目も検討の対象にすると言い出した。正規にするということは検討の対象ともしないということです。正規なんですから指一本触れないというのが正規じゃありませんか。重要5項目の関税撤廃の検討に踏み込むという自民党の姿勢は自らの公約を裏切るものであることは明瞭ではありませんか。この裏切りには農業者をはじめとする国民から激しい怒りが広がることは避けられません。国民への公約を保護にするなら TPP は即時撤退しかない、この声を突きつけようではありませんか。憲法問題でも安倍政権の企みが思惑通りに進んでいるわけでは決してありません。安倍政権は当初は9条改定を押し出しましたがうまくいかず、続いて96条改定を押し出しましたがこれも広範な人々の批判を受けて頓挫し、続いて内閣法制局長官の首をすげ替えるというクーデター的手法で集団的自衛権の行使容認に踏み込もうとしています。しかしここでも9条改定の是非を超えて広範な人々から批判が起こっています。元官房副長官補の柳沢教授氏が毎日のインタビューで次のように述べました。政府の解釈を変えて実質的に憲法9条改定と同じ効果を持たせようというのなら、それは憲法改正の手続きを定めた憲法96条の脱法的行為と言わざるを得ない。私はその通りだと思います。憲法解釈を変えて集団的自衛権を容認すれば、日本を海外で戦争をする国にしてしまうという点で、憲法9条改定と同じ効果をもたらすことになります。憲法改定と同じ効果をもたらすような解釈改憲、これを国民にも諮らずに、国会にも諮らずに、閣議決定で強行することは許されるのか、このことが今問われている大問題であります。もしもこんなことが許されるなら、憲法が憲法でなくなってしまいます。まさに憲法破壊の暴挙というほかありません。これを許さない戦いを大いに生きたく進めていこうではありませんか。秘密保護法案を許さない戦いは、今国会の大きな争点となりました。この法案の狙いは、国民の目と耳、口を塞ぎ、海外で戦争する国づくりを進めることにありますが、その恐るべき内容に対して、国民の不安と批判が急速に広がっております。秘密の範囲は、行政当局の判断次第で、際限なく広がる。秘密を漏らした人だけでなく、秘密にアクセスしたり、取材したりする国民やメディアの活動も重罪の対象とされる。国会による秘密の調査権も制限される。あまりに深刻な人権侵害の暗黒法案に対して、日本弁護士連合会、日本新聞協会、日本ペンクラブなど、国民各界各層から反対の声が巻き起こっております。
日本共産党はこの暗黒法案の国会提出に断固として反対するものであります。この企ては必ず阻止しなければなりません。そして海外で戦争する国づくりを進む安倍政権に一大痛打を浴びせようではありませんか。いくつかの具体的な例でお話しいたしましたが、暴走政治がはらむ脆さと矛盾ということは他のどの問題でも言えることであります。原発をめぐっても放射能汚染水で非常事態が進行するもとで、この国家的危機へのまともな対処もないまま再稼働に熱中する、輸出に熱中する、その政治の道理のなさへの怒りはノーニュークスデーに4万人もの人々が参加したことにも示されました。安倍内閣が推し進める暴走政治には大義も道理もありません。軽視はできませんが恐れる必要はありません。暴走の具体化の一歩一歩が国民との矛盾を広げざるを得ません。この道を無理押しするなら政治の激動的局面が早晩訪れることは避けられません。情勢がはらんでいるこうした激動的な特徴をしっかりつかみ、暴走政治の矛盾の焦点をつく構成的な論戦を展開し、息高くこの国会を戦い残りじゃありませんか。以上をもって開会にあたってのご挨拶といたします。皆さん共に頑張りましょう。